どんな時も迷い探し続ける日々が答えになること僕は知ってるから。おはようございます。マイトの対話へようこそ。今日は2018年8月15日水曜日です。今日も聞いてくださってありがとうございます。今日のテーマは、マイトの対話勉強会についてです。昨日の夜ちょっと LINE アットで配信したんですけれども、マイトの対話の実際のですね、リアルな勉強会を始めることになりましたので、その内容などについて、今日はお話をしたいと思います。マイトの対話をね、いつも聞いてくださっている方がいらっしゃるんですけれども、いつもありがとうございます。で、実は6月ぐらいから勉強会をしますっていうことを、お知らせをしていたわけなんですけれどもですね、ちょっとですね、なかなか開催ですることができずにいまして、でですね、ちょっと昨日ですね、実はちょっとですね、本当に私がですね、いつも読んで参考にしてるちょっと、ある方のブログがあるんですけども、そこでですね、今日はちょっとカフェに行って自分が、やりたいこととかについてこう考えてみましょうみたいなことをですね、ちょっと書いてあったので、昨日の午後にちょっと一人でですね、カフェに行きまして、カフェといっても、モスバーガーなんですけど、でそこでですね、ノートに、これ時々やってることなんですけれども、自分が本当にやりたいことっていうのをね、こう書き出していったわけですね。でもちろんですね、私は基本的にはやりたいことだけを今はやってはいるんですけれども、このですね、一番の自分の中のテーマっていうのが本当に学びっていうことで、すごく学ぶことが好きで、子どもの時から結構勉強はさせられてきたので、勉強って大嫌いだったんですけど、大人になって本当に学ぶことが楽しくて好きで、いろんなことを学んできたわけなんですけれども、やっとですね、今頃になって本当にこうコツコツと学ぶっていうことができるようになって、でそのゆっくりと成果を待つっていうこともできるようになって、もうそれがすごく楽しいし嬉しいし、でそれをですね、皆さんと一緒にこう共に学ぶっていうことをやりたいなっていうことをずっと思ってたんですけども、昨日ですね、その中で、もうちょっとやってみようっていう、始めようと決めまして、日程なども決めさせてもらってですね、告知を昨日の夜させていただいたっていう流れなんですけれども、私がですね、このラジオを、やっているのって本当にライフワークだなと思っていて、ラジオを聞いてくださったからか方からですね、いつもありがとうございますとか、元気をもらっていますとかですね、いろんな嬉しいメールが届いたりもするんですけども、一番は自分のためにやってるなっていうのを思っていて、私はこのラジオを配信することによって自分自身が元気になれてるなって思っていて、で私が本当に何年か前にものすごい苦しくて、どうしたらいいんだろうっていう時に、誰に聞いても自分が欲しい答えをもらえなかったっていう時があって、そんな時の私に向けてのメッセージをもう配信してるみたいな感じなんですよね。で、これですね、聞いてくださってる方、毎日聞いてくださっていたり、まとめて聞いてくださってたりとか、あと時々聞いてくださったりとか、届いてるなっていうのは見ているけども、
なかなか聞くことができていないという方とかですね、まあ、いろんなスタンスでですね、このラジオにを聞いてくださっている方がいらっしゃると思うんですけれども、やっぱりですね、このラジオを毎日聞くっていうことによっても変わってきましたっていうお声とかもすごくいただいていたりはするんですけども、やっぱりこう実際にこう顔を合わせて学ぶとか、あとはですね、やっぱりこう例えば体のこととかもやっぱり実際に会って、例えば正しい姿勢とかですね、お手入れの方法とか体の、メンテナンス方法とかもそうですし、いろんなことがですね、実際にお会いしてからしかですね、お伝えできないこととかもたくさん、あるんですけれども、なかなかですね、今そのですね、機会が取れてなかった現状だったんですけれども、私はこのラジオっていうのはちょっと分かりませんけど、できるだけもう長く続けたいなと。できればその形は変わるかもしれないですけど、この一生ですね、このラジオかとか動画とか、文章での配信っていうのは一生続けていきたいなっていうふうに思っているんですね。で、それとともに、それにとどまらず、なんかその学びたいっていう意欲を持った方と共に学ぶっていう機会を作って学び続ける、これが私の本当にしたいことなんですよ。なので早速というか今月からですね、始めようと決めましたので、ぜひぜひ皆さんご参加いただければと思っています。で、私がですね、本当に一番届けたいメッセージっていうのは、もう本当にどんな時にもあなたのそばにはあなたがいることを忘れないでほしいとか、思い出してほしいとか、そして自分で自分を励ましてほしいっていうことなんですけれども、あとそれに伴ってですね、自分自身を大切にしたりとか、自分の夢や希望を大切にするっていうこともですね、お伝えをしていきたいなと思っていて、その自分を大切にするっていうことは、単にから心に寄り添うだけではなくって、自分の体、死ぬまで使う体を大切に扱っていく、お手入れしていくとかですね、ブラッシュアップしていくとか、そういったことも同時にお伝えしていきたいですし、あとはですね、いろんな豊かさですね、例えば仕事の充実、家庭円満とか、人間関係が豊かであるとか、あと趣味や遊びに時間やお金を使えることとか、自分が住みたい環境に暮らすこととか、いろんな面があるわけですね。で、その私がこのラジオや勉強会を通じて、なんか特定のことではなくって、全てのことが良くなっていくっていうようなものを目指して、一つの分野にちょっとこだわらずに、その自分の生活全般の全てが良くなるっていうことに実際的に役に立つっていうことを学ぶ、これをですね、やっていきたいなと思っています。っていうことでですね、勉強会をちょっととりあえず月に、来月がちょっと、今月はちょっと1回しかできないんですけど、来月が5回ぐらい予定をしておりまして、でこの勉強会のスタンスに関しても、なんていうかな、月に1回ぐらい参加をされるとか、月に2回ぐらい参加をされるとか、2ヶ月に1回ぐらい参加をされるとか、いろんなスタンスで参加をして、いただいたらいいのかなとは思うんですけれども、私が思うのは、やっぱりこう定期的に学ぶ、継続して学ぶっていうことでしかやっぱり身につかないとは思っているので、継続的に本当に
その月に1回とか、まあ、2回とかくらいは参加をしていただけると、やっぱりこうしっかり身についていくかなと思います。で、そうですね、まあこれ本当に死ぬまでの学びということで、なんか取り組んでいただけるとすごく変わってくるかなと思います。私自身も学び続けようっていうことは決めてますし、実際に学び続けています。で、あとこの勉強会以外にもですね、まあ、個人的にちょっと集中して取り組みたいとか、そういうことがあるとかっていう方はですね、プライベートレッスンっていうのも、まあ、お受けしようかなと思っていますけれども、これはですね、やっぱりちょっと継続できるかどうかっていうのは、こうお話をさせていただいて決めさせていただくっていうことですね。やっぱり個人で継続するっていうのは結構な意思がないとですね、難しいことでもありますし、すごくそういう状態でやる、頑張ろうっていう状態で受けていただかないと、もう効果が出せないので、私もちょっとお受けできないかなと思ってますので、ご相談くださればと思っています。詳しい内容に関しては、またですね、ブログの方リンクを貼っておきますので、そちらの方で確認されてください。皆様にお会いできることを楽しみにしております。今日も聞いてくださってありがとうございます。あなたが自分の中にある無限の可能性に気づき、望む未来を作り出せますように、いつもあなたのことを応援しています。船越舞でした。また明日お会いしましょう。